こちらの作品は備前焼の角とっくりです。備前焼とは何かと言いますと、備前焼とは日本六古窯の中で最も古い焼き物になります。岡山県備前市伊部地区が代表的な産地で、釉薬を使わず絵付けもせずに高温で焼くのが特徴になります。で、今説明の中に日本六古窯という言葉が出ましたが、日本六古窯というのは、瀬戸焼、常滑焼、越前焼、信楽焼、丹波立喰焼、そしてこの備前焼の6つの焼き窯のことを日本六古窯と言います。で、この備前焼なんですけれども、やはり材質がですね、厚くてとても耐久性に優れているという点が備前焼のメリットになります。なので落としても割れないということです。壊れにくいというのが備前焼の特徴になります。で、この作品は角とっくりといって、こういう形が角とっくりになります。で、大小さまざまな角とっくりがあるんですけど、この作品はお分かりの通り結構小さい作品になります。結構小さいサイズですね。これはこれでも一応とっくりになります。ここに図柄がありますね。基本は大きい作品になります。これは小さい方です。ということです。今回は備前焼の角とっくりを紹介しました。以上です。